坂東正夫は日本の写真家、スチルカメラマンである。大正5年3月1日に生まれる。1950年代から1960年代の日活黄金時代を支えた戦後の日本映画を代表するスチルマンの一人で監督格のスチルマンであった。当時、日活専族の代表的なスチルマンでは坂東のほか斉藤光一らがいた。坂東は、 写真修正を得意とし、日活では修正の神様と言われた。当時、脚本家や助監督、監督へと転身するスチルマンが多い中、スチル一筋に生きた職人肌の人物とされる。俳優、スタッフたちからの愛称はバンチャン。バンド王は北海道札幌市の出身。単身状況の後、多くの秀逸な写真家を輩出した名門校。 オリエンタル写真学校に学ぶ。卒業後、大都映画株式会社に入社。大都映画は、昭和17年、新興キネマ、京都撮影所長、長田正一の提唱により、新興キネマ、日活制作部と統合し、第日本映画制作株式会社となる。昭和27年、成瀬三夫監督、高峰秀子主演の稲妻で、 スッチルの撮影チームのリーダーに抜擢され、その後、日活に引き抜かれて移籍し、石原雄二郎主演の俺は待ってるぜ、小林明主演の渡り鳥シリーズ、愛知シリーズなどを担当。その他、獅子土城主演の殺しの楽園といった話題作や、吉永さゆり主演の青春の風なども担当し、優秀な撮影チームを率いて活躍した。特に小林明、 シシド城の作品が多く、中平康西村章五郎、鈴木清淳監督の作品を多く手掛ける。また、キネマ旬報や、サンデー毎日などのコンテストの受賞歴も多数に及ぶ。日活の衰退とともに昭和45年引退。平成19年6月12日、死去した、万91歳を打つ。キネマ旬報映画データベースでは、スクリプターと記載され、 脚本家に分類されているがこれは誤りである。稲妻、1952年。ありがとうございます。